プスコーフはソ連で建造されたロシア連邦の国境警備艦である。艦の規模からしばしばフリーゲートに分類される。艦名はロシア連邦の都市プスコーフにちなむ。プスコーフはソ連国家保安委員会国境軍会場部の発注による1万1351号計画、ネレイ型国境警備艦の4番艦として計画された。当初の艦名は いい目に70レート VCHKKGB であった。これは、ロシア語で VCHKKGB の70年記念という意味の名称であった。VCHK すなわち、反革命及びサボタージュ取締り全ロシア非常委員会は1917年に組織された KGB の始祖であり、ロシア革命後最初に組織された公式の秘密警察、国境警備機関であった。 いいメに70レート VCHKKGB という、官名は、70年目を迎えたソ連における、国境管理の歴史を記念する名称であった。なお、資料によっては官名をいいメに70レート VCHKKGB、VCHK イコール KGB の70周年、記念としている。両名称はほぼ同じ意味であるものの、厳密には、 前者が VCHK から KGB に至る70年間を記念しているのに対し、後者では VCHK から KGB に至った70年目を記念していることになる。なお、同じ由来を持つ記念メダルや記念名誉賞では前者の名称が用いられている。e m e に7 0レート VCHKKGB は1986年にケルチの BE、 ウートマ記念ザリーフ造船所第204工場で、寄港、1987年には浸水し、この年12月30日に竣工した。11351型国境警備艦は、極東方面へ、集中配備することが予定されており、い m e に7 0レート VCHKKGB も1988年には、セバストーポリを出港。 アフリカ大陸沿岸を一周して、ソ連の極東岸を目指した。ポートサイド、アデン、カムラン湾、ブラジボストークを経由し、配備先であるペトロパーブルフスクカムチャーツキーで実動状態に入った。国境や200回り入排他的経済水域の警備を、その任務とし、場合によっては国境を犯した潜水艦の撃滅や航行船舶の護衛。 上陸部隊の安全の確保を行うものとされた。特に日本海や千島列島における漁船の違法操業の取り締まりがベシタの使用任務となった。艦長は VS ストリジョフ一等左官であった。1991年8月24日にソ連が崩壊するとイーメに i 7 0レート VCHKKGB は他の艦艇とともにロシア連邦の海上国境警備隊に引き継がれた。 1992年には、全時代的な名称をキライプスコーフと解消された。国の経済の悪化から1万1351型国境警備官の活動はあまり積極なものとはなり得ず、多くの官はメンテナンスを受けられないまま、経流放置された。プスコーフもそうした不幸な一艦官で、ペトロパーブロフスクカムチャーツキー降で放置され続けた。結局、2002年には、 連邦保安庁より除籍された。2003年2月28日には、解体のため直近の中華人民共和国へ栄光された。プスコーフは、武装としては、短射定艦対空ミサイルコンプレックスや 100mm 両用砲、3 0ト、mm、ル多方新機関砲を装備した。レーダーとしてはまず、3番艦に続き、当時最新型の3次元レーダー MR-760。 フレガート MA が本館より採用された。対空操作レーダーとしては、MR-212-201 バイガーチ U ボールが、キバーチーが搭載された。これに加え、火器完成レーダーとして、対空火器完成用の MPZ-301 バーザ、手砲完成用の MR-114 バールス、 近接防御火器システム用の MP-123、B インペル電子戦装備として、MP-401S、スタールト S や PK-16 が搭載された。水中音響探知システムとしては、MGK-335S、プラーチナ S と、可変追跡装置、MGK-345、ブローオンザ、水中通信システム MG-26 及び、 MGS-407K が搭載された。このほか、広報機械、各種データ処理機器及び式、通信設備、電子専用設備を搭載していた。また、5看板には、か -27 などのヘリコプターを搭載するための飛行甲板と格納庫が備えていた。ガスタービン動力のエンジンは、30KN 以上の速力と、 速力 14KN における4000回りの航続力等を保証していた。また、外部からの補給なしに30日間行動を続けることが可能であるとされていた。ありがとうございます。